皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは集客力と制約率を左右する大きな要因は自分のサービスを自分が信じているかということについてお話をしたいと思います。先日ですね、私の、コンサルティングサービスでリビング企業アカデミーっていうものを開講してるんですけれども、そちらの方の中でですね、制約率ということについて、テーマでお話をしていたんですけれども、その中でですね、いろいろと、どういう状態でそれがうまくいったのかいかないのかっていう話をしている時に一つ思うことがあったので、そちらをこちらの方で共有しようかなというふうに思ってお話をしています。私の方でですね、その皆さんのお話を伺っていて、制約率が 100% に近い人、90% 以上のタイプの人と、そこまではいかない、50、60とか、70とか、そういう方いろいろいるんですけれども、そもそも制約率っていうのを計測したことがないっていうタイプの人、ないしは新しく、そういう取り組みをしたことがなくてこれから頑張りたいっていう人、いろいろと段階があるんですけれども、一つ分かったのがですね、制約率が高い人っていうのは、そもそもですね、それが決まるのが当たり前だと思っているということですね。だから、まず自分のサービスはその 目の前にいる人にとって、必要なサービスだということを確信している状態で話が進んでいってるっていう、これがやっぱり一番大きな要因なんだなって思ってるんですよ。その自信がない人とか、あとは例えば集客できる自信がない、ないしはそれが決まっていくプロセスが見えないっていうタイプの人はですね、もちろん経験したことがないからっていうのは、分かるんですけれども、やはり最低でもですね、何かこう思いがあってそのサービスとかを作っているわけですよね。そうするとそれは売れるという自信、ないしは、これは絶対に今目の前にいる人を幸せにできるという確信があって内容を説明できる人と、高いって言われるかもなとか断られるかもしれないとか、この人はちょっと無理そうかなって思いながら説明をするのとではですね、多分相手の受け取り方が変わる可能性が高いですよね。だからはったりとか騙すとかそういうことではなくてですね、決まる営業マン、セールスマン、私が営業時代とかにも、営業の男性の指導とかをやっていたわけなんですけど、その時にもやっぱ自信を持ってきちんと話す人っていうのは当然ですけど信頼してもらえるので、仕事になっていく、決まっていきますよね。ここがやっぱり自分自身がそれどうかなとか、話し方に自信がなかったりとか、この人決まらないのかもって思いながら話すようなタイプの人は相手にやっぱりそれは見抜かれてしまうので、決まっていかないっていうことがあるんですね。だからまずは自分が自分のサービスを信じているかっていうのがまず1点目、非常に大きな点があるなっていうことを感じたんですね。で、じゃあ自信っていうのはどういうところからつくのかっていうことなんですけどね、自信っていうのは当然その自分が作り込んだサービスですね。それっていうのがこの人にとって必要ということを理解している自信ということになりますので、まず企画の段階でですね、かなりリサーチをしているかどうかっていうことも、自信を裏付ける一つの大きな要因になるんですね。教室開業とかっていうのは、それこそ主婦からでも明日から私先生になりますって言ったら実は開業できてしまうのが教室の開業なんですね。すでに先生とかやられてる方は、こんな話をしなくても当然それはご存知なことだと思うんですけれども、その段階で自分が好きなもの、やりたいことをやる場合には大概リサーチとかはしてないケースが多いですね。
要は自分はどこそこの教室に行ってこういう資格ないしはディプロマを取ったから、そちらの方を教えるとかいうことですね。でもちろん そういうディプロマを取ったから教えるっていうことでも人が集まっちゃう、ケースもあります。例えばそれは時流であったりとか立地が良かったりとかその人の人柄であったりとかっていうのはあるんですけれども、通常ですね、宣伝も何もしなくてウェブサイトも持ってなくてその人を信じて通うことを決めることっていうのはほぼ不可能に近いんですよね。それができるのは友人知人までです。だから、教室開業で初めてやる人が、まあ、誰を最初に集めるかっていうとやっぱり友人知人になってしまうんですよね。で友人知人になるとどういうことになるかっていうと値段がまず高く取れない知り合いだからです。そうするとその値段が定着してしまうので、まあ、いわゆるお友達価格という材料費なんとかキリキリ出るかなというぐらいでスタートして、でまあちょっと下手するとですね赤字になりがちな状態に、陥った状態でもみんなが楽しい楽しい来てくれてるから、まあ、なんとなく集まっているような気がする。じゃあそれで外部の人を集めようとすると無理、ああ知り合いだけでやるだけだな、なんか時間使ってこんなことをしていて儲かりもしないしそれでいいんだろうかっていうのは何年後かに考える。まあ何年とか持てばまだいいですけどね。知り合いとかでももう来なくなっちゃう場合には1年も持たないで来なくなるケースが多いので、まあ、1年以内の廃業率が60とか70っていうのも、まあ、そうだろうなっていうふうに思ったりとかしています。なので、まあ、それぐらい短絡的にあまり何も考えずに始めてしまうケースの場合には、まあ、その後から学んだりとかいろいろどういうものがお客様にとって好まれるものなのかっていう自分がそちらにある程度合わせながらリサーチをして企画を変えていくっていうことが必要になるんですけれども、それをしないでやってしまう場合には要は自分が好きなことをやるっていうことなので集客自身は難しくなっていく可能性が高いですね。じゃあリサーチをできた場合にどういうふうにリサーチしていくかっていうと、当然世の中の時流とあとはすでに教室いっぱいできてます。教室業っていうのはでその教室の中で自分の教室の、まあ、特色とか特徴とあと困ってる人ないしは困ってるっていうほどじゃなくてもいいんですけど、まあ、エンターテインメント楽しみとか喜びを探している人その人のニーズが合致しないとまあ来てもらえないですよね。だから集客以前の問題でまずそのニーズをちゃんと調査しているのかっていう話とあとそれに沿ったレッスン内容とかを自分が提供できるのかっていうことですね。仕事としてやっていきたいのであれば自分がやりたいことで講座を作るよりは求められる講座を作った方が当然ですけれどもね予約は入りやすいです。ということはじゃあ何が求められているのかっていうのをちゃんと企画として作らなくてはいけないのでここでちゃんとやっていないとですね、なぜ集まるのかがわからない、だから集まる自信がない、これは本当にいけるんだろうか、だから売れる気がしないっていうスパイラルに入っていってしまうんですよね。だけれどもそれをちゃんと調査してある程度当たりをつけていてこういう人には絶対好まれるはずっていうところまでできていればあとはそれに近い人を呼ぶだけなんですよね。呼ぶだけっていうことは当然そのようにウェブサイトを作り紹介もしてその人に向かって紹介文章を書いていくことになるのでそれに近い人が当然ですけど集まってくるはずなんですよね。そうするとすでにもう集まってきている段階で相思相愛なわけですからあとは自分のその作った素敵な企画ないしはレッスンないしはコースをその人に説明するだけで入りたいですって言われる予定なので自分がおどおどしながら話す必要もないし断られるかもとか思いながら話す必要もなくて、まあ、それでももちろん断る方とかいらっしゃいますよ。それは自分の読みが甘かったなとか、まあ、反省してあこういう方の属性にとっては必要がないサービスなんだなって言ってまたブラッシュアップするっていうことになるんですね。
ですから、お客様と対峙してご説明をする段においては、想像力がどちらかっていうと大事になってくるかなと思っていて、この人は何をもってして自分の教室に来たいと思ってるんだろう、ないしはこのレッスンのどこに魅力を感じてるんだろうっていうのを、対面とか会った時とかに言葉の端々とか、質問、たまには質問によってなんですけど探りながら本当の答えが見えてくれば、何がこの人にとって魅力なのか必要なのかっていうのが分かれば、この講座はこういうことができますよっていうのを、ピンポイントで伝えてあげるだけで、その人にとって必要性が分かりますよね。分かるということは申し込みになるということです。例えて言うとですね、よくこういう話も例えられるんですけれども、砂漠を歩いていて、すごく喉が渇いている人に、目の前にポンと水を出して、例えばそのペットボトルの水、いわゆる日本で買える100円ぐらいのペットボトルの水だったとしても、その人にとって生死を分ける水だったとしたら、そういうことをやる人がいるいないっていう話は例え話なのでね、別として、それが、もしかして1万円でも100万円でも買うかもしれないですよね。その人が生き延びなくてはいけない理由がその水にあるとすれば。だから必要な人にとっては価値は変わっていくということなので、必要な人の目の前にポンと、それを紹介できる状態を自分が作ってるかどうかっていうのが一番大きいという形なんですね。ですから想像力を働かせるということと、その人にとって必要なピンポイントな理由を探せるかっていうのが、結構大きいなと思っているんです。だから、制約っていうのはあたかも今そこで決まっていくことが制約ができているっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、むしろそのもっと手前のとこですね、集客の段階ですでに制約ができるような必要な人を自分が集められてるのかっていうのが1点と、作り込んだ自分が、自信を持ってその人に提供できるサービスだと自分が信じてきちんと伝えられるかっていうことですね。ここがやっぱり決まらないかもって思ってる人はほとんど決まらないですね、やっぱり。だからサービスっていうのは 100% を作り込んで提供する場合ももちろんあるんですけど、大概私は6割でいいっていうふうに言っているのは、お客様の反応に合わせて、あ、ここが足りなかったんだなって分かったら、次の時にさらにそれを付け加えたサービス作り直してまた提供する、そしてまた次の人にもしも、すぐ決まっていくケースも多いんですけど、何か言われて決まんなかった場合にはそれをまた直していく、この繰り返しでサービスって良くなっていくので、注意しなくてはいけないのは、完璧主義者の人です。 100% 作り込んじゃってから、それも自分一人よがりですよ、自分よがりで作り込んじゃってから提供して、例えばそれで断られたとするじゃないですか、リサーチ不足なのかもしれないんですけどね。そうするとひどく落ち込む人がいます。それはですね、お客様の声が基本絶対なので、それが本当に欲しいものかどうなのかっていうのを見定めないでそれを作ったっていうことで直していけばいいだけなので、落ち込む必要はないんですよね、本来は。だから逆に、余地を作っておく、サービスを作っておいて、言われた要望を足しながら完成させていくっていうぐらいの余通りがあれば、そんなにこう断られるっていうことに対して恐怖もないし落ち込むこともないということですね。はい、なのでまとめると、集客と制約がうまくいく要因ですね、大きな要因を占めているのが、自分が自分のサービスを信じているかっていうことで、その信じるための根拠は、お客様のことをどれだけ知っていて考えていて想像力を働かせた状態でそのサービス自体を説明することができるか、この点に、大きくかかってるかなっていうふうに思ったので、今回そんなことをお伝えしてみました。もしもですね、体験会とかであまり決まっていかない、なんか説明してもお客さんに断られてしまうというタイプの人は、一度そのサービスの内容の組み立て自体ですね、
必要とされているものなのかどうなのか、そして自分が目の前に呼んでしまっている人はそれを欲しがっている人なのかっていうことをチェックしてみると、簡単にスルッとお願いしますっていう人を呼び寄せることができるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ご参考にしてください。それでは。